ブジュバントンは、ジャマイカ、キングストン出身のレゲエ DJ、歌手。本名は、マーク・アンソニー・マイリー。ブジュバントンは1973年7月15日、ジャマイカのキングストン市にある、ゲットーエリアである、ソルトレインで5人の姉、1人の兄からなる7人兄弟の、バッシとして生まれた。デナムタウンセカンダリースクールに通っていた。少年期のブジュはよく、 デナムタウンというゲットウエリアでの野外ダンスホールで多くのアーティストたちのショーを鑑賞していた。そして12歳の時、スイートラブやランボーマンゴーといったサウンドシステムでマイクロフォンを握りトースティングをし始める。1986年、DJ 仲間のクレメント・アイリーの紹介でプロデューサーのロバート・フレンチに出会い、彼の下でファーストシングルとなるザルーラを録音した。 以後、無事は、パトリック・ロバーツ、バニー・ピー、ウィンストン・ライリー、ボビー・ディクソンらの録音にも参加するようになり、1988年、15歳の時にブームバイバイを録音する。この曲は1993年に再レコーディングされ、ジャマイカ国内で大ヒットするも、ホモフォビア的で暴力的であると批判を浴び、無事のキャリアに大きな影響を及ぼすこととなる。 1991年、無事はドノバン・ジャーメインのペントハウスレコーズに参加し、デイブ・ケリーのプロデュースによって多くのヒット曲を生み出していく。1992年には、ボーグルとラブ・メブ・ローニングをジャマイカ国内外でヒットさせる。ラブ・メブ・ローニングは肌の色が薄い黒人女性を商用する内容だったため、黒人が人口の 約90%を占めるジャマイカ国内ではこれに大使批判が起きた。ブジュはこれに応える形で黒人女性を称えるラブブラックウーマンを発表しこの批判を交わした。また同年にはキャリア初期のヒット曲を網羅したデビューアルバムミスターメンションをリリースする。さらにシングルブームバイバイを再レコーディングしリリースするがアメリカ合衆国やヨーロッパではこの曲の歌詞に対し 拒否反応が起き、同年のオマットへの出演が取り消された。後に、ブジュは公式な謝罪を表明した。1992年には、自身初の海外ツアーとなる日本公演を行った。1993年には、マーキュリーレコードから、セカンドアルバム、ボイスオブジャマイカを発表。 このアルバムには海外に移住しながら、ジャマイカの家族に送金しないものを批判したリポーティスや、ゲットウエリア間の政治的暴力に対する批判を、歌ったリトルロイのトライバルウォーのリメイク、コンドームの使用とセーファーセックスを奨励し、エイズの子供たちを援助するという内容の、ビリー、ドンとビーシリーなど、社会問題を扱った楽曲が収録され、商業的にも成功を収めた。 この成功により彼は、当時のジャマイカ首相、PJ パターソンに招待されたり、カリビアン・ミュージック・アウォーズ、カナディアン・ミュージック・アウォーズ、トピカ・セレモニーなどを受賞した。同年夏、ツアーで滞在していた、日本の高松市で作詞され、年末に発表した楽曲マーダラーは DJ であり、彼の友人でもあった、ダーツマンとパンヘッドがそれぞれ別な殺人事件で、 殺害されたことから着想を得て、銃による暴力やそれらを煽るようなダンスホールレゲエの歌詞を批判したものであった。この曲の歌詞に賛同した、いくつかのクラブやサウンドシステムは、暴力的な歌詞の曲をプレイすることを止めた。この頃からブジュは、ラスタファリ運動に傾倒し、ドレッドロックスを伸ばし始めた。さらに1994年の年末には、友人であった。 カッシュガーネットシルクが事故により死去。この一件は、無事をさらにラスタファリズムへと傾倒させ、彼のステージングはよりスピリチュアルな色彩を帯びていった。この年、バントンはヨーロッパ、日本、トリニダード,ド・トバゴでも公演を行った。1995年に発表されたアルバム、ティル・シロは、マーダラーなどの揮発ヒット曲に加え、アコースティックギターを使用した。 アントールドストーリーズ、ナイアビンギードラムを使用したティル・アイレード・ツーレストなど、ラスタファリ運動の主義に基づき、ルーツロックレゲエに回帰した楽曲や、ハードコアのダンスホールのリディムに意識的な内容の歌詞を乗せた楽曲を収録し、他のダンスホール系アーティストとの違いを決定づける作品となった。1997年に発表したアルバム、インナハイツは、 前作からのアコースティック路線を継承した、デスティニーやヒルズバレーズ、さらにトゥーツ、ヒバート、ベレス・ハモンドというベテランアーティストと共演した楽曲や、ボブ・マーリーのカバー曲スモール・アックスを配した。1998年には、アメリカ合衆国のパンクロックバンドのランシドと、ミスティ・デイズ、フーリーガンズ、ライフ・ウォント・ウェイトの3曲を制作した。 ライフオントウェイトはランシドが1998年に発表したアルバムのタイトル曲にもなった。ニューヨーク市アポロシアターで公演するブジバント2000年にはランシド、ルチアーノ、モーガン・ヘリテッジらをゲストに迎え、アルバムアンチェインド・スピリットをエピタフレコード参加のアンタイレコードより発表し、初期の彼の代名詞であった激しいダンスホールに乗せたトースティングよりもメローナ。 アプローチを見せた。2003年には、ヒップホップアーティストのファットジョーラをゲストに迎えた、グッドタイムズ、重社会を批判した、ミスターナインをはじめマーガスガーベイの演説を、サンプリングしたスキットや、ピーターとシュママアフリカのカバーを収録した、アルバム、フレンズフォーライフを発表した。2006年には、スライアンドロビー作のタクシーリリムに乗せた、ドライバー A などを収録し、 彼のキャリア初期を彷彿とさせるダンスホールレゲエに立ち返ったアルバムーバットを発表した。2007年にはサードワールド、ベレスハモンドと共にクリケットワールドカップの開会式でパフォーマンスを行った。2008年にはトリニダード・トバゴのソカアーティストであるマシェル・モンターノとのコラボレーション曲ウィニングシーズンを発表した。2009年4月21日には ワイクリフジョンラが参加した9枚目のアルバムラスタガットソウルを発表した。同作は第52回グラミー賞最優秀レゲエアルバム部門にノミネートされた。2009年12月10日、後日のように5回密輸容疑で逮捕拘留された。2010年にはアルバムビフォーザドーンを発表した。 無事は2010年12月に保釈されると、2011年1月に、マイアミで同作のリリースライブを行い、1万人以上の監修を集めた。同ライブには、スティーブン・マーリーとダミアン・マーリー、シャギー、ショーン・ポール、DJ ・キャレド、バスタ・ライムすらもゲスト出演した。ビフォー・ザ・ドーンは2月13日に発表された第53回、グラミー賞最優秀レンゲエアルバム賞を受賞した。 ブジュという愛称はマルーンの言葉でパンの木の果実を表す。これはマルーンの血を引く母親が幼少期丸々と太っていたブジュに丸いパンの木の実から取ってつけたものである。バントンはジャマイカの言葉で尊敬されるストーリーテラーという意味であり、ブジュバントンが幼少期に憧れ、そのダミ声を真似ていた DJ であるブロ、バントンから拝借したものである。2003年、 無事のスタジオ前の庭に大麻が生えているのが発見され、2004年4月5日、9000ドル相当の大麻の所持と栽培容疑で有罪判決を受けた。無事は長いコンサートツアーから帰ってきたらそこに大麻が自生していたと釈明した。無事のホモフォビア的な歌手と言動はしばしば批判の対象とされている。例えば、彼の1988年のヒット曲ブーム、バイバイは、 芸を苦しめ、殺害するという内容の歌詞を含んでいた。これについて、ニューヨークタイムズ氏のケレファサネー記者は、よろめくようなビートと殺意を感じるコーラスの、控えめに言って持ちの凍るような曲と評した。無事のプロダクションである、ガーガメルミュージックプロダクションは、同楽曲への批判に対して、以下の理由を挙げ釈明している。また、2004年には、 キングストン市内にあるブジュのレコーディングスタジオの近くで6名のゲイの疑いがある男性グループを約12名が襲撃し被害者の1人は片目を失明する大けがを負った事件があったがブジュはその襲撃者グループと関係があったとする容疑で告訴されたしかし2006年1月裁判所は証拠不十分として訴えを棄却した2007年には レゲエ思いありの決意表明に署名し、ホモフォビア的な曲を作らないことと、ホモフォビア的な言動を失いことを誓ったと報道されたが、彼は後にそれを否定している。2009年には、無事の歌詞への抗議が殺到したため、ツアープロモーターのアイグライブ社とライブネーション社は、無事の全米ツアーを中止した。2009年12月10日、アメリカ・マイアムにて、 無事は 5kg 以上のコカインを配送している疑いがあるとして友人二人と共にアメリカが州国麻薬取締局によって逮捕・拘留された。2010年9月27日、12名の陪審員による審理が行われたが、有罪・無罪の判断が6対6に割れたため意見不一致による未決定審理となった。検察側は 再起訴する予定であると発表した。同年12月、音楽家仲間のスティーブン・マーリーとダミアン・マーリーが中心となって保釈金を支払い、無事は一旦保釈された。ありがとうございます。